マイクロ系。いやー、こんなバイク日和あるってぐらいいい天気、10月某日でございます。バイクがね、快適に乗れる時期ってめちゃくちゃ短いじゃないですか。で、しかも今日本も四季から二季になっているみたいな話になってて、こんなピンポイントで素晴らしいお天気に、なんだろう、当たるって、なんか日頃の行いがいいんだろうね。ね、いやー、てなわけでね、今回は、まあ、いつもはなんかいろんなメーカーさんのバイクを試乗させてもらっているっていう感じなんですけど、今回はツーリングに行きます。まあ、もちろん試乗兼ツーリングみたいな、プチツーリングみたいな感じなんですけど、いやー、楽しみですね。しかもね、見て、じゃん、新しいヘルメットを購入いたしました。いいでしょ。前のグレーのも可愛かったけど、今回はマットブラックで、しかもこの完全にジェットのね、形の顔が開いてるやつ、すごい欲しかったから、念願です。届いた瞬間キャッキャ言っちゃった。それも回しときゃよかった ね。でもね、娘が開けたんだよね。帰ったら開けられてたね。いいのいいの、でもね、よろしくな。はい、そして今日の相棒、バルカンさんです。いいね、いいでしょ、好きそうでしょ、もういかにもね。今日はこの方を相棒にですね、こんなにツーリング日和にツーリングをするという幸せタイムでございます。行ってまいります。よし、わーい、気持ちいい、はい、めっちゃ気持ちいい、はい、気持ちいいね。バイク日和、すごい気持ちいい。風が、このさ、走ると涼しい、でも止まると暑いみたいなのが夏なんだけど、止まっても涼しい、快適なのがこの時期で、しかもこんなに晴れてて、道も空いてて最高です。ねえ、ということで最高のバイクロケ日和だったんですけど、まあね、気づいてる方いらっしゃると思うんですけれども、今回実はタイアップ動画なんですね。ありがたいですね。もう、ああ、嬉しい嬉しい。本当にこのね、ありがたいお話いただけたのがですね、カチ X さんっていうバイクの買い取りサービスのお店なんですけれどもね、本当にね、このサービスすごいんですよ。だってバイクの買い取りサービスなのに完全ネット完結なんですよ。ネットだけで全部完結しちゃう。で、しかも売却先が決定するまで電話とか一切かかってきたりしないんですって。で、そんなめんどくさいこと一切なしで、自分の愛車でいくらで売れるのかっていうことが確認できちゃうんだ。でも本当にいいサービスよね。で、しかもね、やり方めちゃくちゃ簡単で、この愛車の情報を登録して、なんか必要な項目6枚の写真を用意するだけ。それだけでいいのって、もう本当にね、びっくりしちゃうぐらい簡単なんですが、でもし希望額とかとのね、差があってちょっとなーなんて場合は、業者さんと交渉もしてもらえるんだって。自分でしなくていいんだって、ね、で、希望額に満たない場合はキャンセルが無料ね。ここまで来たけど、やっぱりちょっとな、納得いかないな、愛車だったしなってなる場合はもうキャンセル無料なんですって。ただありがたいね。で、他にもね、分かんないことあったらすぐにね、チャットで相談できるそうです。皆さんもなんせ概要欄チェックして、このカチ X さんのサービス、ぜひね、利用してみてください。ネットだけで完結できるってめっちゃいいよな。断捨離した時にさ、家電とかもさ、いちいち運んでいくのめんどくさいからって言って、買い取り業者に来てもらったんだけど、
やっぱり一番高い業者どこなんだろうっていうのも分かんないから、何社かこう見積もりお願いすると、もう何時に行きます、何月何日に何時に行きますってアポ全部取って、その業者で全部来て、もうああじゃないこうじゃないって他に売るもありませんかと言われてっていうのがごちゃごちゃで、本当にめんどくさかったんだよね。本当に楽、ネットで全部完結、なんかいちいち電話も出なくていい、査定の日程も決めなくていい、他に売ってくれませんかみたいな人にこうなんか断らなくていいし、見積もりとか交渉とか連絡とか全部一括で受け負ってくれるのが、どう業界にも広まればいいのに、あんなんないかな、かな、それは何だろうな、何かな、発信と停止が何かな、ガタガタガタって何だろう、何かコツがつかめればいけるはずなんだけど、最初に比べたらいい。うまいこといかんな。お、留学生たち気をつけていくんだぞ、お前もなって感じだけど、おーなんか海、千葉海、船、イエーイ、いや素晴らしい、おー海だね、凪。今日は風も少ないからすごいツーリング日和なはずなのに、すごいドキドキしちゃった、なんかバルカンさんに、もう帰り怖いんだけどこれいやーでもいいわ、さすが海は、なんかちょっとリラックスする、だいぶ。あれ海苔作ってんのかな、海苔、あのね、棒が立ってるのは海苔かしらね。あー本日はビールでございません当たり前です。あーコーヒーこんなに美味しいと思ったの久しぶりかもしれないなんだろう、確かにツーリングしてみんな海沿いとかでコーヒー飲む意味がちょっと分かったかもしれない、今一服みたいな。わかんないんだよな、もうちょっと後ろか、こうか、こうだね、ちょっと後ろなのかな、前すぎたの、今度食べに行く企画やってもいいな、ラーメンとか。
ングで鉄板といえばなんか美味しいラーメンとかカレーとか食べに行くのってよくみんなやるじゃん。あるんだよ今日ね。あるのいいね。グルメプラスバイクで最高に視聴者数稼げそうじゃない。視聴回数稼げそうじゃない。どうしてそのためにやんだよって。いやー絶対的にもいいし、普通に美味しいもの食べたいし。リラックス方法がありますよって言ってる天才がいてな、爆笑したけど、それやりに行こうかな。超地味だけど面白い。あ、無性にラーメン食べたくなってきたぞ。てか今日朝から味噌汁しか口にしてないから。めっちゃお腹空いた。すごいお腹空いてきた。めっちゃラーメン食べたい。ラーメンだって、もうラーメン食べたいって言ったらラーメンっていう文字に真っ赤目がいくわ。めっちゃ食べたい。次回はラーメンだな。おーすごーい、来たー来たー、千葉の海、最高でしたね。最高でしたね。いやなんかよくツーリング行く人がラーメンとかカレーとか食べるじゃないですか。食べに行くじゃないですか。超意味わかった。あの熱い体をになった状態でバイク乗って帰り道風切るとむちゃくちゃ気持ちいい。
だからみんなラーメンとかカレーとか食べに行ってんだと思った。めっちゃ気持ちよかった、帰りのこの5分がすごい、いやー最高でしたね。最高だったし、これからのバイクロケのなんかちょっと展望みたいなものが見えた気がして、最高でしたね。いやー、いいプチツーリングでした。ありがとうございました。概要欄にですね、カチ X さんの詳しい情報などなど載っているので、ぜひそちらもチェックしてください。いやー、やっぱりバイクはいい。